男子の優勝決定戦は1位で残っていましたプロ25勝のこちら西条正明、そして勝てば初優勝という荒木正信の対戦になりました。同じような体型なんですけど全然戦力が違うんですね。さあ西条は左側23番レーンからのスタートです。第1フレームの1投目、見事にストライクのスタートです。そしてその王者西条に立ち向かう荒木の方は、現在は京都のサガニックボールなんですが、出身は大阪、そしてこのイーグルボールで育ててもらいました。恩返しの意味を込めて、なんとかプロ初優勝をしたい。テレビ決勝に出てくるのは今日が初めてです。3位決定戦では宮崎を222対216で破って決勝に進出しました。右側24番で良さそうですね。あっと倒れるか、倒れた、ストライクスタート。それにしましてもね、はい、初めてのテレビ決勝、本当の決勝戦っていうのはどんな気持ちなんでしょうかね。そうですね、まあ普通の状態でしたら相手が西条さんですから、やっぱり何も分かんないうちに終わっちゃうケースって結構あるんですけどもね、結構あの冷静にやっぱりやって投げてますよね。そうですね、でも今ピンがコロコロっと転がった時にね、荒木さんカニさん歩きして喜んでましたよ、やっぱそっちに行ってくれと思ったんでしょうね。そうですね、さあ第2フレームです。あっ、ビッグ4、あのですね4、6、7、10、はい、今日はあのイーグルボールのですね、はい、23番レーン24番レーンで決勝やってるわけですね。そして今の方の投げたレーンは荒木は分かってるんですよ。そうですね、3位決定戦の時ではストライクが来てましたもんね。そうですね、そして今の1球に関してはほっと気を抜いた1球のような気がしましたね。これは右側の2本、第2フレームはオープンになりましたが、さあそして待っています西条。大久保さん、西条プロにね話聞きましたら、はい、まあ、当然人間ですから年はだんだん取っていくんですけども、はい、逆に年々実力がねついてきたと思うんですよ、はい、で体力的にも全く衰えはないし、はい、精神的には充実しているし、はい、まあ、ある程度自分のボーリングができれば今は勝てるという自信があるということですね。そうですね、そしてあの彼はその自信というのをですね、はい、人より数倍練習するという、練習量で自信をつけてるわけですから、はい、やはりどんなスポーツでも何の道でもですね、自信というのは人より練習をしてるんだということですね、それを実践してる選手ですから、それはもう上手いし力もありますし、はい、他の選手よりも練習量が豊富ということですから ね、 なるほどね、負ける理由がないですよね、さあ第3フレームですが、はい、今日は西条選手あまり曲げないでですね、真ん中へまっすぐ投げてるんですよ、はい、またビデオペン使って、おー、いい風に投げてもらいましょう。デキレーンの内側を使って、はい、まっすぐ投げてますね。これ来ればターキーになるんですが、はい、来ました。ガッツポーズが出ます。そして、はい、一方の荒木の方は少しボールを曲げて投げてるんですね、その曲がりがですね、その荒木にとってはちょっと読めないんですよ。最初は比較的真ん中をまっすぐ投げてますけども、荒木の方はですね少し曲げて投げてます。こういう風にですね、はい、でこれがですね曲がりがちょっと読めないんですよ。この通り行けばストライクになるはずですね、それがちょっとでも曲がりが大きいとスプリットになる。あーっと、ちょっと今のは曲がりが大きかったんですね、はい、最後のところで入ってしまいました。しかし石原さん、こうなるとちょっと追いかける立場苦しいですよね。そうですね、あのこれで開き直って いけるか、西条さんある程度完璧ですから。そうですね、プロ初優勝を目指しての決勝戦進出なんですが、荒木、地元ということもありまして今日もたくさんの応援が来ていますが、気持ちでなんか負けてほしくないですね。うん、そうですね、やはり若いんですから、はい、ボンボン行ってほしいですよね。西条さんではいくつぐらいなんですか。西条がですね48歳ですね、非常に若く見えるもっと若いと思ってました、はい、
ボーリングやってると年取らないですからね。そうですね、皆さん若く見えますよね、本当に。荒木の方はプロ入り12年目21期生、そして西条がプロ入り23年目の8期生です。さあ西条は第1試合から第3フレームまで全てストライク、はい、これもう一つ来たらそのままいっちゃいますよ、これ西条ね。ですから荒木は止まってくれって今下を打って頼んでると思いますよ、ストライクよ止まれということだと思いますね。そうですね、はい、しかし勝負ですから、はい、最上の方はピエッといくでしょうね。予選が2位、そして準決勝2位、決勝ラウンドロビンで1位と圧倒的な安定した力でここまで勝ち上がっています。くれば4連続小型カメラでご覧いただきましたが、見事なストライク4連続です。だんだんとボディアクションにも力が入ってきました。今シーズンもキリンカップですでに優勝、プロの通算優勝が25回、まあ、これは矢島純一プロの36回に次いで男子では2つ目の多さ。そうですね、そして昨年のランキングももちろん1位で、これが4回目のランキング1位。本当に今あの一番乗ってる人ですかね。そうです ね、そしてあの強い上にうまいんですよね、うまさがありますから、非常にまたあの器用な選手ですからね、はい。さあどうか、あっと今度は天秤が残った、ちょっと今楽して投げましたね。4連続で止まりましたが、今のその楽をしてというのはどういう、やはりあのどうしても欲しいということよりもですね、はい、ストライクコースへ入れておこうという感じだったんですね、うん、前の1球は絶対ストライク欲しいんだという感じがありましたけどね、これボールを曲げないでまっすぐストレートボールで投げてますね、はい。もう素人からしたらそれが投げ分けられることがすごいですからね。そうですね、西条さん始まるまではなかなかにこやかでひょうきんだったんですけど、やっぱガラッと変わりますね、そうですね、びっくりしてしまいました、やっぱりその若い選手に負けるわけにはいかないですからね、プライドとかいう、ね、そういうランさあ、ラキはもう楽になってるでしょう、こんだけ差をつけられたら、はい、もう思い切ってこう自分のボーリングをしてほしいですね、もうそういう感じになってますよ。昨年度もこの大会は5位には入っているんです。来ました、ストライクが途切れた西条にダブルで追い上げる荒木、終盤の巻き返しはどうか。さあそしてリードを奪っています西条ですが、石原さんからご覧になって、その西条プロの強さってどういうところですか。そうですね、やっぱりその正確なコントロールもそうですし、やっぱり練習量も自信になっていると思うんですね、でやっぱりそのこの連の対処の仕方がやっぱりその今日は例えばこの連であったらこういうようなアジャストの仕方をしたらいいだろうという判断がいいと思うんですよね、はい、なおかつそこへ正確に投げられるということが。さあ第8フレームです。これでターキーです。こうなると大久保さん、あの第5フレーム、はい、大久保さんがちょっと楽して投げたなって一投がなんかもったいないような感じになってきましたね。そうですね、まあ、しかし西条にとってはですね、300よりも勝ちたいということ、はい、なるほど、いうことで言ってるでしょうから。さあこれからまた第9フレームということになりますが、とにかく第5フレームの9本カウント以外は全てストライクです。優勝向かってのバクシングストライク、これで第16代のチャンピオンは決まったようですね。そうですね、はい、しかしこれだけですね、はい、パーフェクトに来られたらこれしょうがないですよ。そうですね、リズム、タイミング、ボールのスピード、角度、すべてピタッと読んでますからね、これはいくら荒木が精一杯投げてもこれやむを得ないですね。だけ隙のないボールをされたら、はい、投げようがないですよ。本当にあの付け入る隙を全く与えませんね。そのもう迫力が荒木の方の力を抜いてしまったような感じがしますよね、まあ、大健闘の荒木ですが、いかんせん西条が完璧なボーリングを続けています、まあ、しかし荒木にとっても
これは本当に大きな大きな財産になるでしょうね。自信になりますよ、で特にあの昨シーズンぐらいからですね、絶えず上位に来るようになりましたから、これは今トップの選手にとってはですね、嫌な選手が出てきたって感じしますね。関西のファンにとりましては、また関西のこのプロが一人新しく出てくるというか、そうですね、楽しみですね、あの先ほどの宮崎選手と同じようにですね、この中堅若手の選手がどんどん伸びてきましたからね。そうですね。今日のゲストはこの大会2連覇を飾りました石原明雄プロなんですが、石原さん、同じこの現役同士からするとこういうまた若手が出てくるとちょっと嫌だなっていう感じもありますか、そうですね、まあ、出てきていただかなければ困りますし、僕たちの刺激にもなりますから、しかしこの荒木選手もですね、これ2位になったことで今シーズンあの日米のジャパンカップというのがあるんですね。そうですね、それの参加資格が取れたんじゃないですかね、ちょうどこのイーグルで前半戦が終わるわけですね。そうですそうです。この賞金ランキングの上位、あの昨シーズンの上位10名と今シーズンのこれまでの上位6名、6名と、で16名がアメリカの PBA のプロの上位16名と対戦するわけですね、でまたそこに参加するということがそのプロに若手にとっては夢ですから、公式戦になりましたしね、ですから荒木にとっても自信になりますよね。天狗の1投目は9本カウントでした西条です。そしてこれから荒木が最後の投球になります。ストライクで223ですね。223でフィニッシュ。223です。決して悪いスコアではありませんね。223、ね、素晴らしいスコアを叩いてるんですがね。さあ西条の方はこれがテンフレームの2投目、そして最後の1投。西条がストライクですと258でフィニッシュということです。258、大変なスコアが出ました。おそらくストライクが出るでしょうから、1ゲームのうちスペアが2つということですね。そうですね、あとは全てストライクという自信に満ちた決勝戦。まさにその通り、本当にパーフェクトですよ、西条正明イーグルクラシック締めくくりの最後の1投でございます。これが通算26回目の優勝の最後の1投、見事にストライクでした。今シーズン2勝目、通算26勝、イーグルクラシック3度目の優勝、見事西条正明プロです。はい、おめでとうございます。優勝の西条プロでございます。あのどの辺で優勝も自分のもんやとやはり、マーク数で、荒木君が全部パンチアウトしても大丈夫だなというところですね。計算の上で、計算してもね、だから9フレー終わったところで、僕がミスっても大丈夫だというところで、ああ優勝できた。そんなとこまで。ああ私も3投目ぐらいでいけるって思ってはるんかなと思ってなんかお笑いの世界ってあの5フレーム目ですかね、あの9ピン倒れて1ピンだけ残ったんです、あの時ものすごいあの残念やったんですけども、あやっぱちょっと気抜いてしまいました。いや気が入りすぎですよ、あれは。逆に気が入りすぎて、いい感じでね、1,2,3,4 って来てたから、もしかすると、放映中の300なんてのはあるのかななんて思ったらダメなんですね。そうなったらねという欲を出すとダメだった。ダメですね。でもすごいスコアで、すごく自分としてはできすぎで、まあ、220か30打てればいい勝負できるかなと思ってたんですけどね。次は